どもども、セブンです。ベルシックスです。今回はメサ捜索ですか？メサはメサでも村周辺のメサじゃないよ。たまには別のメサにも来てみたかったからね、場所を変えさせてもらったよ。このメサに来た理由は、まあ冒頭で察した方も多いと思いますが、そう、本日のメインターゲット、ミカルゲをゲットするために来ました。ということは、ミカルゲはメサに湧くんですね。その通り、しかも湧く時間帯は夜。でも今まで結構メサ地域に足を踏み入れたけど、未だにミカルゲは見たことがないからね。かなりレアなポケモンだってことは間違いないね。そして早速キュレム降臨。キュレムも前にゲットを試みましたが、見事に敗戦してますよね。そうなんだよ。だから今回、ミカルゲだけでなく、キュレムも視野に入れたいんだ。ポケモン紹介コーナーの時にたびたび顔を出していましたが、意外にもボックスにはキュレムはまだいませんからね。だからこのキュレムで決着をつけたいところ。さあ行くぞ。キュレムは氷タイプ。海流が氷技を受けたらひとたまりもないが。おっと、いきなり氷技かよ。ワンパンされてしまいましたね。これで状態以上にできるポケモンはいなくなりましたよ。いやまだだ、電流がいる。キュレムが接触攻撃の技を持っていれば、電流の特性、静電気で麻痺にできる可能性がある。しかしキュレムは特殊型。物理攻撃はレベル技ではあまり覚えないですからね。よし、なんとか赤ゲージに持っていった。っていうかミスったな。放電で麻痺にさせておいた方が良かったな。放電は麻痺にする確率が高めですからね。しかしそれも後の祭りですね。もうこうなったら状態以上になっていないこの状態でボールを投げるしかない。なんとか入ってくれよ。いや、一瞬入ったと思ったのに。ハイパーボールやスーパーボールが頑張ってくれていますね。最近彼らの株も上がってきているからね。キュレム戦も進化を発揮してほしいところ。グレセリア2センチ交代。今回も圧倒的耐久力と回避率で粘ってくれています。キュレム側も特に大技は持っていないので、グレセリアが倒れるのはまずないでしょう。でもキュレムの特性はプレッシャー。月の光の使用回数が減っているから、いつもより長く居座るのは難しいかも。しかも今回結構相手の技が当たっているし。うお、全く揺れもせずにタイマーボールが弾き飛ばされた。珍しいですね。キュレムとは相性が悪いのでしょうか。ほら、今回はハイパーボールとスーパーボールに頑張ってもらうしかなさそうだな。目の前に放たれたボールを固唾を飲んで見守る。これもポケモンの楽しみの一つだよね。いやー強い。スーパーボールが強いぞ。スイ君もフータもスーパーボールでゲットしましたし、一体何があったのでしょうか。というわけでメインターゲットの陰陽運を探しに行きましょう。陰陽運はメサ全域に湧く可能性のあるポケモンです。主さんが今まで見たことがないという証言をしたことから、相当なレア度を誇るポケモンだと思います。バンギラスは普通に見かけるのにな。めんどくさい。うわ、レベル高いな。普通に湧くポケモンでレベル70超えるって、そうないですよね。下手したら伝説のポケモンよりも強いかもね。バンギラスは倒すとダイヤモンドをドロップするので、とにかく討伐します。ちなみにバンギラスはすでにゲット済みです。サナギラスから進化させましたよね。急所でこのダメージか。やっぱり耐久力高いな。こっちもしっかり耐えていきますけど、しっかり避けていくボーマンダマジ強です。ご覧の通りダイヤモンドを落とします。相応のレベルに合った報酬と言っていいでしょうかね。でもピクセルモンの世界でダイヤモンドってあんまり重宝しない気がする。まずダイヤのツールとか剣とか必要ないし、エンチャントもしないし。今更ではありますが、ピクセルモンの世界では敵モブが湧きません。厳密に言えば湧かない設定になってます。なので剣も一切必要ないんです。まあ用途といえば廃校のクモの巣ぐらいにしかないと思います。テラキオンさん、こんちゃ。ちょうどよかった。コジュンドの飛び膝蹴りの威力を見てみたかったんだ。あ、普通に強いですね。そらそうですよ。格闘タイプ最強クラスの技なんですから。ましてやステータスの高いコジュンドが打ったら、テラキオンもひとたまりもないですよ。そういえばテラキオンも捕まえてなかったね。ほんとですよ。
メサのポケモン、全然捕まってないですよね。確かに。そんじゃ、ネンドールでも捕まえよっかね。さっきもヤジロン見かけたし、さほどレアではなさそうだけど。爆御用達のポケモンだからね。捕まえたら爆が喜んでくれるでしょう。うむ、潔し。む？なんか黒くて平べったい物体が2つ浮いてるぞ。なんだか不気味だな。その2つの黒い物体の正体は、アンノーンですね。ああ、アンノーンだったのね。久しぶりに見たからてっきり別のポケモンかと思ったよ。へえ。アンノーンもメサに湧くのか。メサには本当にたくさんのポケモンが存在しているんだな。え、なんか建物が見えてきたぞ。なんですかねあれ。自然にできたものじゃないですよね。とりあえず行ってみよう。明らかに人工物だな。中央に謎のオブジェがある。なんだか炎を連想させるね。このくぼみに何やらボールみたいなのを入れるのかな。これは詳しく調べる余地がありそうですね。これについて何か詳しい情報を知っている方、コメントの方よろしくお願いします。なんかどこかをいじったら変化が起きるとか。いや、なんもないな。やっぱり何か特別なアイテムが必要っぽいですね。シリーズ初めて半年近くなるけど、見つけたのは初めてだ。相当レアな代物に違いない。見失わないようにイカルグ探索はこの辺りで行うとしよう。おお、いたぞ。建造物の近くで湧いてくれてよかったですね。本日のメインターゲットです。しかもレベルが高め、いいね。即戦力として使えますね。しかもゴースト、悪タイプ。弱点がなかった珍しいポケモンなんだよね。フェアリータイプが来るまでは。ね。ミカルゲはちょっと捕まえにくい感じがあるけど、どうかな。よーし、ゲット。メガ樹海ですね。じゃあ紹介コーナー、始めていきますか。ツボツボ合いませんね。オンニョーン、封印ポケモン。ひび割れた金名刺から紫色の霊魂が出ているような姿をしている。108個の魂が集まってできたポケモン。500年前に、悪さばかりをしていたところ、不思議な術によって、本体を金名刺のひび割れに繋ぎ止められ、二度と悪さができないように封印されてしまった。一人のトレーナーとピカチュウによって封印されたという言い伝えも存在している。数々のミカルゲが封印されてしまっているため、入手方法は非常に困難。まず普通に草むらに潜んでいるというケースは滅多にない。入手難易度的には伝説のポケモンをしのぐかもしれませんね。キュレム、境界ポケモン。体内に膨大な超低温のエネルギーを作り出し、それを解放することで周囲を雪や氷で覆い尽くすことができるが、漏れ出した霊気により、自身も凍りついてしまっている。翼は左右対称ではなく、右側が短い。また、頭部の右側も欠けている。ゼクロム、ゼシラム、キュレムの関係性から、合わせて一種三竜とも呼ばれている。以前、ゼクロムとレシラムは同時に生まれた。と論述したが、実はキュレムも一緒に生まれたとされている。そのためか、遺伝子の鎖というアイテムを使うことで、キュレムとレシラム、ゼクロムとそれぞれ合体ができ、ホワイトキュレム、ブラックキュレムにフォルムチェンジすることが可能。遺伝子の鎖が手に入ればフォルムチェンジできるんだけど、どうやって手に入れるんだろう。いつもの泉近くにメタグロスを発見。メタグロスリクエストもありましたし、ゲットしましょう。でもさ、メタグロスって伝説のポケモン並みに捕まえにくいんだよね。気合でなんとかしましょう。やっぱりクイックボールじゃ入んないか。さすがにボーマンダの噛み砕くなら耐えてくれるでしょ。もう、なんでこう肝心な時にいつも急所に当たっちゃうんだよー。またこのパターンですか。そういえばギルガルドも捕まえられてなかったね。前回は、クイックボール一発で勝負しましたが、ダメだったんですよね。ああ、なんだか懐かしいね。なんやかんや捕まえてないっていうポケモン、結構いるよな。50ページまでにできるだけ多くのポケモンを捕まえたいとこが、ギルガルドが攻守の能力値が極端になるの忘れてた。今のフォルムはアタックフォルムだったんですかね。ディフェンスフォルムだったら耐えてくれたと思うんだけどな。というわけで今回はここまでにしておきましょう。次回はリベンジリストに載っている伝説のポケモンを、ゲットしに行こうかと思ってます。
果たしてどんな伝説のポケモンと戦うのでしょうか。楽しみですね。